マです。そしてアオです。みたらさん、はい、必勝必勝です。今回はですね、はい、ひまが必勝ということは何をするかと言いますと、とROです。これはね、あのひばひま王はRさんのリクエストだったんですけど、逆に今回はひまのリクエストというか、今回はRということで早速やっていきましょうか。やっていきましょう。せーの、レッツ、はい、頑張ります。ではレッツゴー。というわけで、あの R さんに RO の説明をしてもらいましょう。はい、 RO とは、はい、暇あるの暇なら R のこと何でも知ってるでしょということで、はい、 R についての10の質問を考えてきました。イエーイ。それは難しいんですか？結構難しいものも中にはあります。いや難しいですよ、それは。もう聞いた時点で難しいですもん。はい、わかりました。で、今回はちょっと制限時間1分でいきたいと思います。頑張ってください。1分で、はい、じゃあいきましょうか。はい、早速この1分でいきたいと思います。頑張って、頑張る。じゃあいきましょう、はい、用意スタート。第1問、はい、ドドン。保育園の時にやっていた習い事は？知らないし、そんな聞いたことない。そんなの一言で言ったことない。言ったことある？え、絶対ない、絶対ない、絶対ない。聞いたことある？そんな聞いたことない、絶対。あの、でもね、うん、今となっては、うん、あの、多分何やってたんだって言われてても多分わからないと思う。ね、なんかね、思い出してきた。あ、待って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 、ね、しょうがない、これにしよう。はい、1分経ちましたので早速、はい、はい、いきますよ。せーの、バーン、バーン、体操、新体操。言わせる、それはするかな。え、する？新体操と体操って何か違うかな。まあ、OK としましょう。 OK、 やったやった、イエーイ、やったね。今でもすごい硬いんだよね、すっごい体が硬いの。あー、そういうこと。だからなんか前言ってたね、でもなんか新体操って言ってたでしょ。今思い出した。うん、じゃあ次お願いします。はい、はい、じゃあ次、いとこは何人いるか、うん、知らない。あれのいとこ絶対知らないから。じゃあこれは3択でいきますね、はいはい、3択、おー、やった。 A 5人 B 8人 C 10人これ C はないよね、絶対考えてるから。さあ、どれでしょうかね。わかりましたよ、もう。どれかな。じゃあいいですか、言っても。はい、せーの、じゃーん。 A、 え、 C、 嘘でしょ。 C で、あ、もしかして C12 劇、今さっきの考えてるのは。え、あれは ABC の C が分からなくなって、あ、はい、それで考えてたら10人いんの、いとこ。そう言って、うん、そうなりました。いとこ10人いんの？そうですよ。おお、いいね、いいですね、10人。そんなの聞いたことないですよ、今。いとこは知らないかなって思ってこれを入れました、うん、あ、まあそうですね。じゃあ次、じゃじゃん。今日の夜に家族でやることは何でしょうか、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、それは付き合ってないです。3択ですよ、これも。これも3択でいきます。あ、よかったよかったよかった、うん。トランプ、はい、B 人生ゲーム、はい、C 任天堂スイッチ。あ、わかりました。はい、え、でもさ、待って、任天堂スイッチ持ってるの、あるちゃん持ってるよ。おお、じゃあわかりましたよ。あー、待って、2個あるんだよね。いいですよ、せーの、 C。 え、B ってなんだっけ。 B は人生ゲームです。いやいや、トランプと迷ったんだよね。うっそー、マジか。やります、今日ね。難しいの頑張ろう。難しい、うん、頑張ろう。でもね、次めっちゃ簡単かも。あ、やったやった。じゃあ次行きましょう。サービス問題、はい、ドゥルン。 R の嫌いなことは何でしょうか。知らない、え、嘘。あのね、動画で言ってる、動
で言った本当に。何嫌いなことって何？嫌いなもの？食べ物？っていうか誰かにされるみたいな、誰かになんか。無理、わかんない。大ヒントあげるよ。うん、冬にする、冬にやった方がいいやつみたいな、なんていうの、何、苦手なことだね。わかんないけど、ちょっと絶対違うと思うけど、多分違うと思うけど、学校でやること。うん、違うよ。違うか。じゃあいきますよ、せーので。せーの、せーの、じゃん。じゃん。だって冬っていうところ、そう、何か分かんなくなっちゃう。冬にさ、予防注射するじゃん。冬にするっけ、予防注射って。注射嫌いだね。よく考えたらそうだった、忘れちゃってたよ。言ったじゃないですか。次行きましょう、Rさん。はい、Rがひまひまのモノマネをするとしたらなんて言うでしょうか。あ、わかった。一個でいいの？いいよ。じゃあ行きましょう。じゃあひまちゃんも口に出してもらえますかね。はい、行きますよ。せーの、せーの。わかる。え？嘘でしょ。嘘でしょ。わかるでしょ。あとよくアールさん、まあまあでしょ。だってアールちゃんさ、よくさ、ひものさ口癖なんですかって、わかるじゃないって言わない？まあ、受けるもあったけど。受けるね。まあまあまあですよ。確かに、まあまあね、でもね、あの、来て、実はですね、これね、アールちゃんから伝染した口癖なんですよ。アールちゃんがよく、まあ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 って言うから、ひもまあ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 、だからそれはもしかしたら単なるアールちゃんの口癖かもしれないですね。え、だってひまちゃん、まあまあまあって言ってみて。まあ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 。え、アールちゃんよく言ってるよ。まあ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 って。あ、まあ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 って言ってる？言ってますよ。多分ね、ひまひま王でも言ってたと思う、何十回。それ言い過ぎだ。そうですか。まあまあまあ、まだ9問ありますからね。まあ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 。まあまあまあ。まあ、いっか。うん、次行きましょう。6問。はい、第6問。ルン。明日世界が終わるとしたら何をするか。何を食べるかだと思った。何をするか、なんだ、何するか。あ、わかった。これは王道ですね。でもひまちゃんもやってくれたら嬉しい。やってくれたら嬉しい。持ってくれたら嬉しい。そう、ぐにゃぐにゃ。ひまちゃんがそれ、もしかしたらひまちゃんを思ってくれたら嬉しい。行きましたよ。はい、じゃあ行きますか。はい、せーの、せーの、バン。ひまるでディズニーで行く。え、ひまと遊ぶ。まあ、遊ぶとディズニー行くは同じなんで、一応。やった。ディズニーと遊ぶってことでしょ。ディズニーで。そうですね。え、やった。じゃあ OK ってことで、イエーイ。じゃあ次お願いします。はい、第7問。はい、ひまひまパパを最初に見た時の印象は。知らない。それは知らない。ひまひまパパを最初に見た時の印象。ひまちゃんパパ、うん、あのね、ひまちゃんも思ったと思う。あー、わかりましたよ。はい、みんなが言ってたよね、それ。雰囲気かもしれない。まあ、行けましたよ。あせーの、の、バナナ。あー、アールパパに似てる。あの、イエーイ。え、同じこと書いてるし。全く同じこと書いてるよ。イエーイ。イエーイ。なんか、メガネかけてるのと髪型が似てたんだよね。そう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 、メガネかけてるの。ヒゲ。なんか、いろいろ似てんだよね。いろいろ似て、そうそう、顔自体じゃ、なんか雰囲気がね。なんかママたちも似てない。あ、ママたち、え、マジで。なんか雰囲気的に似てない。あー、なんとなく。うん、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ次お願いします。はい、はい、私は昔ある商品のモデルをしたことがあるんですが、知らない。その商品は何でしょう。知らないの。え、待って、ひまちゃん、いった絶対言ってる、絶対言ってる。これは、それなら初耳、超初耳だからね。スタート。あのね、めっちゃ怖い。学校の帰り道に行ったよ。怖いくら
らい初耳。え、めっちゃ初耳。知らない。え、あ、じゃあヒント、ヒントをあげるよ。昔だから小さい子向けの。わかったかも。わかった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 。初耳だけどな、勘でわかったよ。当ててください。え、モデルしたことは聞いてない、初めて。嘘でしょ。マジで。はい、頑張ってください。できましたよ。頑張って。せーの、バン。おむつ。え、なんて言ったの。サンディーちゃん。え、聞いたことない。ほんと言ったよ。え、なんて言った。モデルしたことあるんだって。なんでモデルしたの、それちなみに。なんかママの友達がお仕事で頼まれたみたいで、うん、聞いたことある気もする。なんか一回聞いたことある気がする。あ、なんか言った気がする。あ、なんか思い出してきたかも。か、あ、なんか言ってたけど、うん、あ、おむつかと思っちゃったよ。まあ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 、あと2問ありますか。まあ、じゃあ次行きましょう。はい、第9問。はい、これじゃあ早押しでお願いします。そういう制度いいですよ。誰もなんかいないけどね、うん、ディズニーの好きなキャラは、うん、ミッキー。え、なになになに。ミッキー、あ、待って。ディズニーの好きなキャラはミッキーとミニーですが、うんうん、です。次なのは何ですか。知らない。そんな死にません、絶対。ひまちゃん。え、何ですか。乗ってよ。ディズニーの好きなキャラはっていうところでピンポンって押してよ。え、ピンポン。ミッキーとミニュー。遅いよ。どういう意味ですか。あ、早押しすぐ答えてくださいってことね。そうよ。ですが、なんなんですか。じゃあ次に好きなキャラクターを答えるよ。はい、ダッフィー。いっちゃっていいの。うん、正解。すごい。え、やった。イエーイ、成功。ダフィーでした。イエーイ。はい、最高。はい、最高だね。これはね、すっごい難しいと思う。はい。え、私の好きな番号は何でしょうか。ね、当たる確率はあれ、あー、まああれにしました。何ですか。あれか、あれの。わかります。あれにしようかな。いいですよ。いいの、うん、もう言っていいの。いいですよ。はい、せーせーのー、じゃん。1。あ、すげー、すごい。なんで1なの。いや、前なんかすごい前に、なんかあの、あるちゃん、うん、今本名で言おうとしちゃったんだけど、うん、あの、あるちゃん、うん、1番とかさ、うん、そういうのが好きじゃん。111で、で、なんかあるちゃんが前、え、やっぱ、うん、え、何が番号が好きって聞いた時に1番って言ってた覚えがあったの、ちょっと。え、そう言ってた。多分言ってたと思うよ。だからね、すっごい前に、だから覚えてましたね。イエーイ。あの、多分あるちゃん負けず嫌いじゃないですか、しかも。だからやっぱ1がいいのかなと思って1にしましたよ。あの、ちなみにね、奈良とも呼びました。おー、すごっ。すごい。7もすごい。え、7もあってる。7か1にしようと思って。やっぱりいいよ。これ考えるよ。やった。え、待って、うっさうっさでしょ。なんで1が好きなのか言わないの。え、なんか綺麗に1番かける。そういうこと。というわけで、で、なん5問正解です。何個、5問かな。やったー。あ、合ってる。やった。ちょっと最後当たってラッキーって思いましたね。最後はすごかった。イエーイ。ね、1と、ね、7で迷ったの、本当に。やったね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。皆さん、皆さん、ありがとうございます。というわけで、今日は、RO チャレンジ、はい、今日は5問正解しました。はい、またやりましょう。うん、また今、食わず嫌い王とかもやってみたいので、またそれ詳しくは言いますね。食わず嫌い王。ぜひ、ヒマールでやってほしい。ネタがあったらコメントで教えてください。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は RO をやってみたんですけど、ひまひま王もやってるのでぜひ見てみてください。では、次回のひまる動画もお楽しみに。せーの、バイバーイ。バイバーイ。楽しかったね。楽しかったよ。 OK。